大丈夫か、カイネ。今傷の手当てを。この傷はもはや。ダメです、カイネさん。なんだこれは。カイネ、お前も終わりだよ。カイネさん、カイネさん。叩き落とすしかないようだな。カイネさん、正気に戻ってください。今だ、抑え込め。やれやれ。カイネさん、カイネさん。カイネ。私は力を抑えることができなかった。もうお前たちと。と一緒にいますよ、僕は。また魔物化したら今みたいに止めます。何度だって何度だって止めます。何度だってカイネさんに戻ってきてもらいます。僕、カイネさんがいるから野宿も本当に楽しかったんです。カイネさんが褒めてくれるからこんな姿でも生きていられるんです。僕、本当はとても弱いけどカイネさんといれば強くなれるんです。頼ってばかりの僕だけどカイネさんの仲間なんです。泣くな、エミール。ありがとう。もう大丈夫だ。あそこは。これは何だ。さあ、読めないな。使えぬやつだ。ポプルにでも聞いてみろ。これは番号。なんとかなりそうか。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい。ちょっとこれを見てもらえる？わかる範囲の言葉を書いてみたの。
手に入ったのは石の守護神という部分の石片。石の神殿にあったことを考えると、ここの石片の言葉に何か意味があると思う。あと4つの石片がはまりそうな場所があるんだけれど、見え、機械の断り、記憶する木、中世のケルベロス。このうち機械の断りは多分ロボット山を示していて、記憶する木は神話の森かしら。あとの2つ、ニエ、中世のケルベロスは何のことを言っているのかわからないわ。なるほどな。ん？各地点のでかい魔物を倒して順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。手当たり次第に殺していくと。魔王の元に行くためだ。それに相手は魔物、構わないだろう。けど危ないわ。さらわれたヨナの方が危険だ。でもヨナちゃんは生きてる。絶対に生きてる。とりあえずロボット山と神話の森に行ってみます。わかった、気をつけてね。カイネさんとエミール君のことなんだけど。本当は町の人も感謝しているの。ただ態度や主張をすぐに変えられる人は少ないわ。少し時間をちょうだい。私も努力してみるから。はい。ポポルさんがロボット山に鍵がありそうだと言ってたな。あの兄弟に聞けば何か情報を得られるかもしれぬな。走行が硬い。やつら身を守る術を編み出したらしい。我らが進化するのと同じようにやつらも進化するということだ。それならそれ以上の力でねじ伏せてやるだけだ。